ルトラマンが地球を去って40年が経っていた。その間、科学特捜隊日本支部も組織改編が行われていた。科学特捜隊は地球防衛軍へと吸収され、早田、井出は防衛軍の一員となり、村松、藤、嵐は除隊してそれぞれの人生を歩んでいた。星野少年は発明家としての井出に影響を受け、イギリスの大学に留学。今は民間の研究機関に籍を置いている。今から10年前、村松隊長が亡くなり、家督隊全員がその死を悼んだ。だが、世界や宇宙にまで活躍の場を広げていた彼ら全員が、葬儀で揃うことはかなわなかった。家督隊の諸君、今だからこそ話し合いたいことがあります。村松隊長の居宅にて。僕の手紙も同じだ。差出人は不明。今だからこそ話し合いたいことって。よ、久しぶり。早田さん。おお。あ、ちょっと失礼。あ、そうだ。藤君かい、この手紙を書いたのは。いや、私はてっきり早田さんが私たちにあの秘密を打ち明けるために書いたものだと。秘密？何の秘密だ。早田さんがウルトラマンじゃないかっていう。僕がウルトラマン？うん。だって早田さん、あなたがいない時に限ってウルトラマンが現れてたのよ。確かに僕にはみんなが言うウルトラマンの記憶はないんだ。家督隊としての怪獣との戦いを覚えてるんだが、ウルトラマンの活躍は思い出せない。それは君が覚えてるのは、ビートルで飛行物体を追跡中、赤く光る飛行物体に衝突したことで、みんなの話や資料からウルトラマンの姿を見せられてもなんとなくしか思い出せないんだ。怪獣との戦いの日々は僕にとってはまるで夢の中の出来事のようなんだ。はい、こちら井出。こちら嵐。おお井出、久しぶりだな。遅れて悪いあり、あと少しで着くからな。了解。まだそれ使ってるの？嵐が使ってると聞いて昔のを引っ張り出してきたんだよ。やっぱり開発者がいいと今でも十分に使えるね、ところで嵐は今何をやってるんだい？確か老人介護施設の施設長だったわよね。その通り。あんなガサツな男でも優しい部分を持っていたんだね。嵐さんはどう思ってたのかしら？ダメダメ、彼は何にも気がついていなかったよ、きっと。彼だって何か感じてたはずよ。でも彼は鈍いからな。誰が鈍いって？おお、嵐さん。キャップ。はあ、確かに早田は肝心な時にいなかったよな。ひょっとしたら俺だって早田がウルトラマンだと思ったさ。しかし俺の考えではアントラーの事件の時に結論が出ていたんだ。パラージで見たノアの神、確かにあれはウルトラマンだったな。つまりウルトラマンは神だったんだ。そうだ、神だったんだよ。だから俺たち人間が一生懸命頑張った結果、ウルトラマンが助けに来てくれたんだ。
確かにそうだ。早田にも昔同じこと言われたことがあったな。いいかいで、お前が忘れちゃいけないのはお前の失敗が原因で起こった石油コンビナートの火災の消火をしてくれたのは誰あろうウルトラマンだったんだよ。そうだった、ウルトラマンは僕の失敗をカバーしてくれたんだ。それというのも井出が自分の責任を感じて精一杯努力をしてたから力を貸してくれたんだよ。こうやってみんなの話を聞いてるうちにいろんなことを思い出してきたよ。そう、じゃあやっぱり早田さんが。僕がウルトラマン、おお、だったかもしれない。でもこの40年ウルトラマンが姿を見せてないんだよ。ということは僕はウルトラマンではない、ただの親父さ。急いで急いで、どいてどいて、ほら入んのじゃねえよ、もうしょうがないな。喜んでるよ、キャップンは。ちょっと忘れ物、先行ってて。え、はいからね、はいから、トイレか、おい。よし。じゃあこの手紙誰が書いたのかしら。はやウルトラマン、ようやく思い出してくれたね。それじゃあやっぱり、かつて君と私は一心同体だ。しかしゼットンとの戦いに敗れ、私たち離れ離れ、私の肉体は M78 星雲に帰った。しかし心の一部君の中に置いていったのだ。そうか、あの手紙を僕に書かせたのは君だったのか。そう、私たちはかつて二人で一人だった。そのことを彼らは確信を得られなかったが、きっと村松キャップは知っていた。村松は私にも語りかけていたと思う。それはタタラ島が怪獣たちの弱肉強食の世界となった時のことだ。これでこの島も南海の楽園に帰るだろう。だが自然はこの夕焼けのようにいつも美しいとは限らないってこと忘れてはならないね。まったく、あれは地球人を代表した私へのメッセージだったと思っている。地球の大自然の現象に私が必要以上の干渉をしてはならないと。そしてキャップはいつも僕のことを一人の人間として見てくれていた。そうだ、村松にとって君が一人の人間として最大限の努力をする限り、僕は常に僕であったというわけか。地球は君たちに任せておけば大丈夫だった。だった。今再び地球に危機が訪れようとしている。再び私の力が必要になるかもしれない。そこで早田、君に頼みがある。僕に？僕にもう一度戦えというのか？
心配することはない。君のテル、これを勇敢な若者に渡してほしいのだ。これは、それを持つ資格のある若者を見極められるのは君しかいない。頼んだぞ、ハヤタ。